配達さん、配信お疲れ様です。自分はニコニコでセントスさんの動画を見てからスト5の動画勢になりましたえセントスさんの動画を見てからでもセントスさんの動画でスト 4? あスト5もやってんのかなえー、なりましたえー、最近は忍び勢応援で大会ほとんど見てるのですが、えー、スト5初期の大会は全く見ていませんでした忍び勢の戦績を眺めて藤村さんの2000エボ2016の活躍がすごく気になるのですが当時の藤村さんの活躍やエボ2016自体についてハイの印象を教えていただきたいのです えーっとね、2016? あー、ん ?2016? あ、1年目か。あれよね、えー、っと、藤村が初めて出た海外大会で3位になったっていう。だから、あの、藤村はもともとストフォーの時からかなり有名で、あの、香川で熱帯戦ですごい強いバイパー使いがいるっていうので有名で、で、まあ、存在は知ってて、で、なんか、あの、東京にも来てて、 であの孫さんと仲良く仲良かったから、あの一緒にンガの事務所で練習してて、俺もその時対戦とかしてたりてしてて、でまああの平和島にほどなくして進むようになって、まあかなり強いなーって話になってて、でまあ、その時あのナッシュっていうキャラ、インフィルがめちゃくちゃ活躍してて、とにかく。ただで、ね、も2016のイメージもやっぱりインフィル優勝のイメージが、もうそれも本当に勝ちまくってて、一生インフィルが。もうインフィル対 世界みたいな感じでなっててでまあその日本ではユカドンとまあ藤村と VX さんっていう平和島に強いナシ使い2人いてで2人と対戦させてもらいながらまあユンフィール対策をみんなでするみたいなのがまあまあ続いててで藤村はその特にその時プロじゃなかったんですよねプロじゃなかったんでまあ海外大会とかは全く行ってなくって で,でも日本の大会では結構いい成績残してたんですよね。俺もなんか日本のなんかどっかの大会で負けた記憶あるから、まあ、かなり強くて、で、エボの2016で初めて行って、で、そんでまあ3位になるんですよね、そこで、まさかの。で、まあ、インフィルがその無敵の強さのまま、フードさんも勝って優勝、だからほんまに、んそんな感じだね、当時の藤本の活躍はそんな感じ。 日本では強いって言われてたけど、海外には出てなくて、でてか、そもそもね、大会経験自体がほとんどなかったんですよね、藤村って。だから、ストフォンの時も、めちゃくちゃ強いって言われて,てんけどあの、東京の大会とかに出ると、そんなに活躍できないみたいな感じ。うん、だから、まあまあ、やっぱりまだ大会にはそんなに慣れてないなっていう、結構、のじ合い番長的な立ち位置のプレイヤーやったよ。 壇上に行っててそれをイメージも払拭されてみたいな感じだあれはほんまにねもうマジでシンデレラボーイやったねでそれがあってで MOV さんからちょっとどうですかっていうふうにあの時俺 U ディールであのやっててで U ディール社長に MOV さんの方からちょっといいプレーヤーいるんですけどどうですかっていうので紹介してもらったのが実はゆかどんででまあその話して じまあそっからの活躍はまあまあそっからちょっとねいろいろ CC はギリギリ滑り込んだりとかでまあなんとかかんとかって感じだったんですけどシーズン2でいーブキ使い出してから一気に爆発して勝ちまくってみたいな感じで今に至るって感じですかねまあ2016年はやっぱ面白かったっすよいろんなプレイヤーがやっぱいたし、まあ、でもやっぱインヒルだね インフィルム層がとにかく印象に残ってるわ。うん、あ、51も4位やったんか。ネモさんとか持った気すんな壇上にちゃうかったかな。おっておったな。うん、俺は9位やったんですよね。あの時。はい。